対応いたしますので、はい、こちらご質問をお願いします。
Thank you.
はい、では時間になりましたので、ただいまから人間と機械の共生が作る新しい生活様式のセッションを始めさせていただきます。私、本日司会担当します JST 宮田と申します。どうぞよろしくお願いします。まず人間機械共生という言葉に関しまして、少し最初にご説明だけさせていただきたいと思います。まあ、これまではですね、機械、いわゆる計算機が主体で進化してまいりまして、人間がその恩恵を受けるといったことが行われてきました。しかしそれですとですね、やはり機械の方がどうしても主体ですから、我々が非常に使いづらいなという面が多くあったかと思われます。で、今後はですね、やはりですね、人間も主体となり、いわゆる計算機だけじゃなく人間も主体となって双方が進化していくと、こういったことが必要でないかと我々は考えております。まあ、これによって人に寄り添った情報環境が人間に提供できる、この技術を我々は人間機械共生という言葉で呼んでおります。現在コロナ禍で皆さん苦しんでおられますが、例えばこのアフターコロナにおきましてもですね、今皆さんやられているのはテレワークをはじめとするさまざまな社会システムに、この人間機械共生といったことがの活躍が期待されるのではないかと思っており、今回はこれのセッションを行わさせていただきます。アジェンダでございますが、最初にポジショントークとして東大の歴元先生、河原先生から講演をお願いしたいと思います。その後に具体的な技術紹介ということで、東工大の小池先生、神戸大の寺田先生、東工大の伊藤先生から技術紹介、そして残りました時間で皆様によるパネルディスカッションといった流れで進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。初中でございますが、ご意見とかご質問ありましたら、チャットでお受けしますのでよろしくお願いいたします。なお、挙手の機能はおやめください。で、基本的に講演時間は10分を目安としておりますので、タイマーをちょっと表示させていただきます。あくまでこれご参考ですけれども、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速開始させていただきますので、歴元先生からよろしくお願いいたします。はい、歴元です。それでは始めたいと思います。お待ちください。これで見えてますでしょうか。大丈夫でしょうか。結構です。見えております。はい。じゃあ、私のどっかちょっとポジショントークを始めたいと思います。歴元先生、次のやつが見えてますね、一つ。両方二つ見えてますけど。両方見えちゃってます。はい。じゃあちょっと、このままで大丈夫と思いますので、はい。はい、で、私は東京大学東ソニーコンピュータサイエンス研究所の歴元と申します。で、普段は、ヒューマンオーグメンテーション、人間拡張みたいな、こういういろんな人間の機能を拡張するような研究であったり、あるいは IOA といってインターネットアビリティで能力がネットワークとつながっていくという、まさにそういうことをやってるんですけれども、ちょっと今日は時間の都合で、私の肌感というか実態も含めて人間共生、機械共生と教育研究についてお話したいと思ってます。で、これは我々がですね、CHI っていうヒューマンコンピュータインタラクション学会の国際学会を日本に誘致しまして、で、今すごく多くの方が、日本で北村先生がチェアでやっているんですけれども、来年の5月です。今から半年後なんですけれども、これがですね、つい先週に、横浜で開催する予定でした。で、これ日本で最初に、CHI を日本で最初に開催すると非常に記念すべき時だったんですけれども、つい先週に、オンラインに、移ってしまいました。バーチャルに移動してしまいました。で、大変残念だったんですけど、そう非常に悲しいこと、早々とですね、さっき横浜でついてたのが、早々と横浜で消えてしまって、もうこれだけになってしまいます。バーチャルなので場所がないでしょうという。で、波や、かろうじてこれ
実は葛飾北斎の神奈川沖波裏なので、神奈川ということはなんとなく匂わせてるんですけど、まあ、実質はもう場所に依存しなくなってしまいました。で、実はその CHI っていう国際学会、大きな学会で、今年ですね、2020も実はハワイで開催予定がバーチャル開催だったので、2年連続、あの国際学会がバーチャルになるということになってしまいました。で、こうなると、1年だけで突破なんて特殊な事項なんですけども、2年で連続となると相当社会の様相とか、あるいはこういう国際学会ってどっか地域で開催して、そしてみんなそこへ出かけてって議論するってことが、まあ、根本的にかなり考え直さなくちゃいけないかなと思ってます。で、これはもう後ろ向きのこともあるんですけど、前向きに考えると、こう場所とかの空間に制約されないで、やっぱりあの国際交流とか学術交流とか、あるいは教育ということをやっていかないといけない、あるいはやる可能性を考えた方がいいかなと思ってます。で、一方、ちょっと面白い例はですね、これ、フェンダーっていう、あの、有名な、あの、ギター好きな方ご存知だと思うんですけど、ギブソン並んで非常に有名な、エレキギターのトップメーカーですけども、今年がスカイロケットって書いてあるんですけど、売れ行きが、2020は異常なほど売れてるらしいです。で、これはご想像の通り、あの、テレワーキングで家にこもっているので、まあ、ちょっとエレキギター習いたかったけど、どうしようかって、習ってしまおうみたいな感じで、まあ、ギター買う人がすごい増えてると。なので、あの、学ぶということの、なんていうか、モチベーションっていうのは人間のモチベーションは、まあ、下がってないと思っていまして、あるいはこういう状況になると、新たにこう、ものを学びたいって人も結構増えてきてると。で、これも、その、これを情報技術とか、そのさっきの機械共生技術でどうやって受け止めてサポートするかってことも非常に大きな使命ではないかなと思っています。で、そう考えると、あの、さっきの国際学会みたいなバーチャルリアリティでやると、なるべく現実のようにやるという一つの方向と、あとは遠隔社会、オンラインならではの教育研究のやり方というのを考えて、二つ大きい方向があるかなと思っています。で、ここはテクノロジーもそうなんですけど、あと大事なのは、あの、そうやったことによって教育とか、その学術交流の効果が上がるかっていう側面もあるんですけども、あの、まあ、我々人間なので、それでこう、疎外感を思ってしまったり、あるいはそのモチベーションを失ってしまったり、それから達成感ですね、何かやり遂げたって感覚とか、あるいはこう、仲間づくりとか、議論する時のそういう感覚っていうのを失ってしまうってことをないようにしたいというのが、まあ、これが大きな課題かなと思っています。で、最初のなるべく現実によって、ちょっと私たちやってるところだなって紹介して、まあ、こういうジャックインとずっとやっていて、で、これは今皆さんも Zoom の会議でこう、あの、平面のテレビ会議がずっとできてると思うんですけども、まあ、その空間にこう入り込んで、どんどんその会議をするとか、会議とかコラボレーションするみたいな、まあ、その三次元空間のリアルワールドをつないで、その共同作業したり、あるいは一緒にこう体験を共有したりするようなことをやったりしています。で、まあ、一つはまあこういうことが、これは一つの現実のようなんですけど、現実のようだけども、空間の壁を越えて作業したり、あるいはこれは、あの、それ三次元、ミラースペースみたいな三次元空間に展開して、で、あの、その空間ですね、そのテレポーテーションした空間にこう入り込むような感覚というのをまあ作ろうと。で、これリアルタイム3次元空間再合成してるので、あの、テレビ画面のようなものだけでなくて、こう実際にこうリアルの 3D スペースの中に入り込んで、向こうの空間に行くことで、空間の壁を越えるようなことをやったりしてます。で、もう少しリアルワールドですと、これはあの、福島県の双葉町と一緒にやった例なんですけど、これあの、福島県の双葉町ってのはご存知の通り、まだあの、除染作業ですが、ね、進行中 でそこにこう戻ってくることが難しいんですね。でこれはあので手前側の子たちは実はあのその福島県の双葉町で生まれた子なんですけども今、自分のふるさとに戻ることができないということでこういうのを、まあ、テレプレゼンスの技術とかを使って、まあ、バーチャルに里帰りするようなことをやってあるいは現場の自分の生まれ故郷で今実際何が起きているかっていうのをこう見たりするということをやったりしますでこういうのが多分一つの、オンラインを使ってまるで現実のようにこう社会をつなげていくというのは一つの方向かなと思ってますでもう一つは全然違う方向があってそれはその、ただ AI を使ってものを学んだりするというようなことの可能性があってこれはだからあの人間に学ぶんじゃなくて、AI を使ってものをどんどん学ぶっていう、その、教育の、まあ、全然違う方向があるかなと思って、これは、あの、視線を使って、なんか、英語学習するときに、こう、なんか、視線を使って、こう、あの、学んでる人の目の、アイトラッキングすると、その人がどのぐらい、こう、字幕を見るかっていうので、その人のヒアリング能力が分かってしまうんですね。で、まあ、こういうことを使って、その人にとって、こう、難しすぎないように、教材を自動調整したりするようなことをやったりしています。で、こういうふうにその、
今までのようにこう教室で対面型の授業というのもあるんですけれども、オンラインになったことの可能性っていうのは一人一人が個別にこう最適化されたようなこの学びを得るっていうこともできるということで、必ずしもこう悲観すべきことだけではなくて、よりこうきめの細かいこととか、さっきのギブソンの例もありますけど、ギブソンのギター習うときに、またその習うときにどっか教室に行くんじゃなくて、AI によってそのギター習んだりするような可能性も非常にあるかなと思ってます。でもう一個ちょっと英語の例がついちゃいましたが、これもシャドーイングってその語学を学んでいるときに、音声認識を使って、その人がどのぐらいちゃんとシャドーイングって英語の話でスピーチをついていってこうオウム返しに返すという練習方法があるんですけども、それをついていってでどのぐらいそのちゃんとそのついていけるかっていうのを音声認識によって、その生徒の音声認識によってトラッキングして、で難しすぎたらちょっと間を空けるようなことをやってます。でこれはビデオもあるんですけど、多分シャドーイングの外から見てあんまり分かりやすくないんでちょっと省略します。で、まあ、そういうふうにして学ぶってことが空間的には分断されていても、可能性としてはその学ぶその習得者ごとに非常に適合したような絶妙な難易度っていうのを作ることによって、で、教室の対面の授業では必ずしもできなかったように非常にきめの細かいような学び方ができると。で、これはちょっと例として、機械学習とのアナロジーで言うと、マシンラーニングとか AI ってこう左側のようなこういう空間ってこうすごく学びにくいんです。これは今こう山降りてるにしてますけど、まあ、例えばこう山登るっていうにすると、この山を登ったところがこう学習の到達点だとすると、複雑だとこう変なところ登っちゃって、なかなかこう、ここに行けないみたいなのがあると。で、これは機械学習の世界もそうなんですけども、これ人間の世界でも同じだと思っていて、普通のこう学習空間ってまあこんな感じで、こうなんか数学学ぶとこうどっかでつまずいてここでわかんなくなっちゃうとか、スポーツでもこうスランプってこの辺まで行けたんだけど、ここからこう先に行きようがない、本当はこっちに行くべきだったので、その時はこう一旦山を降りなくちゃいけないみたいな、まあそういうのが人間の学習空間でもあるかなと思ってます。で、大きな可能性としては、AI とか、あるバーチャルリアリティの技術を使うことで、こういうその難しい空間を、その人にとってこう、登りやすいようなこう空間に変えるっていうようなことをしてあげると、まあこう登れたらまた次の山が作れるようにして、学習の空間をこうどんどん変えていくっていうことができます。で、それは、必ずしもその現実のようなものを再構成するんじゃなくて、ここに書いてあります。現実歪曲空間って書いてありますけども、リアルとはちょっと違う。例えば、テニスをするときにテニスの球が自分の方に近づいてきたときにこう絶妙にゆっくりになってくれるとか、そういうようなことで難易度をこう調整するような空間というのを作れると。で、それはオンラインの世界、あるいはそのオンラインの学びの非常に大きな可能性だと思っていて、こう、必ずしもこうやって分断された社会なんですけれども、逆にその新しい学び方とか教え方っていうのはどんどん可能性が出てくるかなと思っています。ということで、私のポジションとしては大体そういったところで終わりたいと思います。はい、以上です。はい、投げてくださいどうもありがとうございました。それでは引き続きまして、東京大学の河原先生、よろしくお願いいたします。はい、私の方からも話題提供させていただきたいと思います。私は東京大学の工学系研究科で、IoT に関する研究を進めております。で、私たちの研究グループは5年ぐらい前ですね、ちょうど5年前からJST エラトプロジェクトというのをさせていただいておりまして、その中で万有情報網というコンセプトを掲げています。平たく言うとIoT の次世代を見据えた要素技術とかシステムの研究開発をするということを目的にしております。ちょっと画面が小さいんですけども、万有情報網プロジェクトの中で IoT のシステム技術をやってはいるんですけれども、一つ、従来の研究の延長では面白くないというので、将来その自然の中の共生ですね、環境とか人とどのようにこうテクノロジーが交わるのかっていうのを考えて、こうあえてこういう問いの立て方をして、その問いを実現するような研究開発をしてきました。どういうことかといいますと、例えばIoT、 こう左のようなもの、ドローンとかいわゆるマイコンボードとかスマホとかあるんですけど、こういうのが地上とか空中とか人体の中とか、そういう人が手に持つとかいう従来ない使い方をされた時にどういうことができるようになるのか、例えば飛び回るとか膨らむとか変形するとかですね、まあ、分解するとかですね、このどこで何がどうなるっていうのを基軸に置いた時にどういう研究が必要になるのか、そういうアプローチで問いを立てることをやってまいりました。で、例えばそうなるとホタルのように空中を飛び回って自分で発光するような、そういう新たなロボットができるでしょうし、
例えばあのカブトムシとかですね、その甲虫のように硬い羽の下にしなやかな羽を持って、それを開いてあの展開欲を持つ、展開することができる羽を持つドローンの、飛び回るドローンが作れるんじゃないかとか、土の中の意味をこう自由自在に動き回るミミズのようなロボットができるんじゃないか、そういったあの新たなアプリを考えて、それを可能にするような製造装置とかマテリアルを作るという研究をしてまいりました。5年経つといろいろなものが出来上がりまして、例えばあの柔らかいロボット、ソフトロボットの文脈として、新規のアクチュエーターの開発をあの一つ できました。これはあの例えばものすごく伸びるアクチュエーターです。空気圧アクチュエーターで、こちらの写真のように、まあ、自分の 250% ぐらいの長さになるようなものとか、ものすごく軽くて、薄い、重さの割にはものすごく力が出るような、アクチュエーターだったりとか、あと瞬発的にこうあの昆虫のジャンプのようにですね、体長の10倍ぐらい飛べるような、そういうアクチュエーターを作ったり、でさらにそういうアクチュエーターがあったときにどういうふうに、身のこなしをすることで、飛び回ったりですね、あの例えばイモムシのように、木から落ちずにちゃんと歩けるのかとか、あるいは空気を上手に活用して、軽さと強さを生かしたようなあのロボットを作りにどうしたらいいか、そういうことをたくさん研究してまいりました。で最近あのこのポイモ、メルカリさんと共同研究している研究があのよく注目されていまして、あのコロナで公共交通機関に、乗るのはちょっとあのなんとなくためらわれるっていう時に、自分専用の乗り物があってちょっとした移動ができるといいなというニーズを受けて、あのこういうあのいろんな空気を使って風船のようなものを作って、でも体を支えることはできるし、万が一人にぶつかってもあんまり怪我せずに済むというような、そういう新たなジャンルの乗り物をあのソフトロボットの研究をもとに開発したりしました。でもう一つ、昔からの無線給電の研究をやってたわけですけれども、これもあの共生ということを考えて、その無線給電やたら効率を上げるだけを目標とするのではなくて、それがどう使われていくのか、環境の中で無線給電のデバイスが入るときにどういう新たな側面が必要になるのか、これを考えた研究をしてまいりました。例えばあの身の回りの机の上とか壁とか床とか、それを給電したいときに、好きなところに切り取って貼り付けて、そこが無線給電対応になるような、そういうワイヤレス給電シートであったりとか、床を拡張するようなあのタイル型のシステムであったり、あるいは壁紙とかですね、カーペットタイル、そういったものに、コイルをあのコイルのようなものを面状のコイルを作りまして、3次元的な電流制御することによって部屋ごと丸ごと給電するような、そういうあの部屋を作ったりしました。で先ほどあのホタルのように飛び回るという例があったんですけど、それも実際に実現しまして、超音波の力を使って空中浮遊させて、無線給電で非常に軽いあの数ミリのチップに給電することで、まあ、ホタルのように飛び回るようなデバイスを作ったりもしてまいりました。でまあ、あの研究フェーズとしては、要素技術ができて、後からこれからもシステム化して、まあ、社会実装でもやるかというフェーズで、実はコロナが参りまして、我々はあのこういった技術をどう社会に還元していくのかというのを、4月のですね、まあ、ちょうどゴールデンウィークの初めぐらいにあのたくさんのメンバーでディスカッションしました。まあ、今から振り返ると、まあ、ちゃんと予想はうまくいっていて、その通りになってるなと思うんですけど、まあ、全てがオンラインに移行して、まあ、物理的な人と物の移動が、すごく制限を受けるようになって、でさらに計測っていうのが今までになく重要な時代になってきました。大学としてもあのちゃんと構成員が安全に研究活動できるか、教育ができているかっていうのを上手に IT の力とかを借りながら守っていかなきゃいけないあの時代になってきてしまったなと思ってます。でその公共的な空間だけではなくて、いろんなシーンからですね、コンピューター情報技術とあの新しいポストコロナ、ウィズコロナ あの暮らしの仕方っていうのを考えないといけない時代になってるかなと思います。と、まあ、あの学校でも家でもですね、あとは非常時でもそうだと思いますし、あといろんなスケールで考えなきゃいけない時代だと思います。で最近あの取り組んでいるのが、あの大学の安全をいかに守るかという話でして、あのココアに似たシステムであるんですけど、モコアっていうシステムを作っています。でこれはあの Bluetooth のビーコンを各講義室に置いてやることによって、で、その講義室に来ている人をちゃんと追跡する、追跡というか誰が、いつ来ているというのをちゃんと自分で記録してもらって、それを必要に応じていろんなところに本人の同意に基づいて公開するというシステムです。で例えばあの陽性患者が出てしまった時でも、同じ授業を受けてた誰かわからない匿名の方が
残念ながら陽性になってしまったのであなたも気をつけてください、そういった細かいメッセージを出すことができるようになります。ただプライバシー情報に非常に気を使って作っていまして、これに関してはいろんな人のを巻き込んでやっています。具体的には学生さんとかですね、法学部の学生とか法学系の先生ですね、法律の面もしっかり押さえながらみんなが納得感があってみんなが安心してキャンパスで力いっぱい活動できるようなそういう理想のアプリをディスカッションするように時間かけて作りました。実際に作っているのも生産研の瀬崎先生と西山先生、位置情報の先生、専門の先生方と一緒に作ってですね、今はハイブリッド授業が行われているキャンパスにどんどん設置をしているところです。今は200ぐらい設置ですけど来週ぐらいにはもう400ぐらいになるんじゃないのかなと思っています。で先ほどの共生を考える上ではやっぱりそのデータ取ったデータ、特に微小なチップがいろんなところにばらまかれてなると何をどういう情報を取られているかってわからないと思うんですけど、ちゃんとそうしたものと情報技術が共生するにはやっぱりどういうデータの使い方とかをみんなでしっかり決めて合意を得てですね、納得感を持って受け入れていくことが必要なんだろうなと思っています。プライバシーって一口に言ってもいろいろあって、氏名をどのぐらいの流度で公開するのかっていうのがこの表でいうと縦軸ですし、横軸では今この瞬間の情報を統計で使うのか、それとも履歴まで遡って使うのか、そういったところもしっかり利用者と同意を得ながら取っていく必要があるかなと思っています。共生という意味で入市さんがですねコンビビアリティという言葉を使われていまして、これいろんな技術が発展してくると道具に使われちゃう時代になると、でそれをもうちょっと環境との交わりを考えて、人の生産性を高めるような方に使ってあげましょうということを、提唱されておられます。つまり、テクノロジーがあるとどうしても理系の技術者ってどう作るのかっていうことばっかりフォーカスしがちなんですけど、それをいろんな関係する人たちと話し合いながら何を作るのか、なぜ作るのか、そして誰を巻き込んで作るのかっていうのがこれまでこれ以上に大事になってくるんじゃないのかなと思ってます。コロナはまさにそういう考え直すチャンスじゃないのかなと思ってます。以上になります。はい、どうもありがとうございました。それではですね、この後は具体的な研究ということで、まずは東工大の小池先生よろしくお願いします。はい、はい、画面の方見えますでしょうか。あ、見えております、結構です。はい、それでは私の方から、人間拡張技術を用いた技能獲得支援ということでお話しさせていただきます。東京工業大学の小池です。私たちの、研究グループでは、技能獲得支援というのを最近行っています。で特に、高度情報技術、例えば AI ですとか、ビジョンですとか、ロボティクスですとか、そういったものを使うと、いかにして人間の技術を拡張できるのかというのを考えています。で、背景としましては、アスリートや音楽演奏家の人たちは、長年の経験や訓練によって、すごい技術を獲得しているわけなんですけれども、何がすごいのか、どうしたらいいのかっていう、その言語化や定量化が非常に難しいわけです。で、近年はその高度な計測技術が出てきてますけれども、残念ながら、まだその計測環境に制約があります。で、もう一つはその訓練者に対してのフィードバックが、現在は実時間での運動介入というのは難しくって、この辺を何とかしないと、効果的な学習ができないのではないかというのが、私たちの考えになっています。で具体的にはこういう、いろいろな技術を持った人たちの技能をデータベース化してそれを何らかの形でフィードバックしていくというのが枠組みでやっています。でそのうちの一つとして、最初にご紹介したいのが、胸装着型の魚眼カメラを用いた3次元身体および頭部姿勢認識ということで、これは人間の、動きというものを正確にセンシングしなければいけないんですけれども、現在のその、センシングテクノロジーっていうのは、こう部屋の中に、たくさんのカメラを置いてその中でだけ運動ができるとか、特殊なスーツを着なきゃいけないとか、あまりその顔が動かせないとか、メガネをかけなきゃいけないとか、いろんなさまざまな制約があります。これに対して私たちがやったのは、
こうしたその胸に小さな小型の魚眼カメラをつけることで、それら体の動きとあと顔の動きというのを全部計測してしまうという研究になります。で、まあ、原理はちょっと詳細は説明できないんですけれども、こういうその魚眼を取ると顔とか手とか足とか全部映ってしまうことが分かります。でこれを深層学習 AI にかけてやって、この人がどういう形をしているのかっていうのを再構成してやるというのが基本的な枠組みです。まあ、ビデオをちょっと見てください。まあ、このように今はちょっと大きいですけれども、もちろんこれから小型化しますが、胸につけたカメラを使うと、こう歩いているときに右側のように超魚眼の映像が撮れます。で見てわかるように、まあ、手や足や顔がすべて映っていますので、この情報だけを用いて今度はこの人の姿勢をきちんと作り直す。で、まあ、顔の向きもこれは分かってですね、実際にこの人がどっちの方向いているかっていうのを、その顎しか見えないんですけれども、だいたい推定することができるようになります。で今はこういう胸に少し大きめのカメラつけてますけども、将来的にはこうペンダントとかネクタイピンとか、あるいはボタン型みたいなもので小さいものになることはもう非常に近い将来に実現できると思うので、そうするとこれを使ってさまざまな人の運動計測ができるようになると考えています。でちょっと技能獲得とは関係ないんですけれども、この魚眼を使うというのは非常に面白くって、こうしたその私たちは、遠隔でのミーティングシステムみたいなものは作っています。でこれは上についているのが魚眼のレンズというか、まあ、全天周のカメラ で下についているのが、全天周のディスプレイになります。でこれが2台あると、これで、例えば Zoom とか Skype のような通信をすることができるようになっていて、まあ、Zoom や Skype との違いは全天周が見えているので、これをまあ周りに囲んでみんなで、周辺の、雰囲気とかもきちんと伝達しながら、ミーティングあるいは会話ができるようになると思っています。続きまして、技能獲得の方に戻りますけれども、技能獲得には実はその、未来の予測というのが非常に重要です。まあ、例えばこういうこれが技能かどうか分かりませんが、PK なんかするときに、この人はどっちに蹴るんだろうとか、この人はどっちに動くんだろうっていうのを、こう、皆さん、そのエキスパートの人たちというのはきちんと予測して動いているわけですね。で、これを、機械にやらせることで、まあ、人間の動作の支援に使おうと思うのが、まあ、私たちの研究で、こちらの右の絵にありますけれども、この人の人が動いている映像をずっと見せ続けると、この人が 0.5 秒後にどういう動きをしているかっていうのが、この赤い骨人間で予測することができます。こちらもビデオをちょっと見ていただくと、こういう必ずしもこういうサイクリックな動きじゃなくてもいいんですけれども、動いている映像をとにかく学習させることで、機械に学習させることで、この人が 0.5 秒後にどういう姿勢をとっているかっていうのが、こう事前に予測できます。でこれはもう飛ぶ前から着地点が分かっている。でこれはどこからパンチが来るかが来る前から分かっている。あと例えば、まあ、こういう先ほどの PK のシーンでもお見せしましたけれども、こういうふうにそのこの人がどちらに飛ぶかとかっていうのも事前に予測することができるようになります。もう一つ、その、計測ができて予測ができたら、今度は大事なのは、じゃあ正しい姿勢というのはどういう姿勢かというのをきちんと教えてあげなければいけないんですけれども、それに対して、現在ある、一般的な技術というのは、まあ、例えばピアノみたいな例を挙げますと、このように指に、力学のフィードバックをしてくれるような、外骨格グローブというものをつけてやって、これで、正しい指の動きあるいはタイミングというものを表示するというシステムがあります。ところが、見ていただいても分かるように、まあ、非常にこう大掛かりなもので、特にこういうピアノのような繊細な動き、しなやかな動きには、適さないということが、まあ、分かっています。そこで私たちは、人間のその、まあ、こう筋骨格
解剖学的な検知の筋骨格の、筋骨格の構造に着目しまして、まあ、非常にこう軽くて、しなやかな、力学のフィードバックグローブを、開発することに成功しました。でこちらの右側にあるのがそうなんですけれども、この一本一本の白い線に見えているやつが、これが、まあ、人工筋肉と呼ばれる筋肉でして、まあ、空気を中に入れてやるとこの人工筋肉が 25% 縮むという構造になっています。でこれが各指に4本ずつついておりまして、指の動きを享受することができるようになっています。こちらもちょっとビデオをご覧ください。これはこの人がこう動いているのではなくて、このグローブに動かされている状態ですね。でそうすると、まあ、人間ができないような速さで指を動かしたりとすることもまあできるようになりました。でこういう、まあ、手を出すことが問題ではなくて、まあ、こういう繊細な動きとか、人間にはできないちょっとだけ速い動きみたいなものを、享受するということが可能になると考えています。で実際に応用例として、まあ、熟練したピアニストの方々に使っていただいたりしたところ、他のグローブに比べると非常にまあ評判が良かったということも出ています。あとは、今はそのリハビリテーション等にも利用できると考えていて、これを使うことで、まあ片手とかが麻痺されている方の、リハビリテーションに使えるんじゃないかと思って、まあ、絶賛研究中です。まあ、以上まとめますと、まあ、こうしたさまざまな技術というのを、コンピュータービジョンやデバイステクノロジーを使ってコピーしてやって、でその技術を、VR、AR、コンピュータグラフィックス、あるいはソフトロボティクスの力を使って、人々にペーストする、技術のコピー&ペーストと私たちは呼んでるんですけれども、まあ、こういったような研究を現在行っているところです。以上です。はい、小池先生どうもありがとうございました。それでは続きまして、神戸大学の寺田先生よろしくお願いいたします。はい、はい、見えてますでしょうか。寺田です。はい、見えております。はいはい、やらせていただきます。神戸大学の寺田と申します。先ほどからのお話を受けてみたいな話になるかなと思うんですけれども、まあ、レギモ先生がおっしゃってたように、遠隔が中心になって、教育の仕方とかトレーニングの仕方が変わってくると。で、例えば小池先生がおっしゃったように、新しいデバイスとかアクチュエーター、認識の手法みたいなのが出てきて、いろんなトレーニングの仕方が出てきているな、ということで、お話をさせていただこうと思います。僕自身はですね、まあ、ウェアラブルとかユビキタスとか言われる分野の研究者なんですけれども、キーワードとしてはコンピューターは着る時代になって、いろんなものを身につけたら何が起こるかなっていうのを考えているということになります。ただ今日はまあ時間も短いですので、特に技術習得というかトレーニングっていうのは、じゃあ一体、こういういろんなものが出てきた後に何が起こるのかっていうことをちょっと考えているので、今日そのお話をさせていただこうと思っています。で、ちょっと実例としては分かりやすいのが、今一緒に共同研究をさせていただいている帝京大学の細田先生っていうのが、例えばバーチャルリアリティを使ったバドミントンのトレーニングとかをやっているので、ちょっとそれを素材としながらお話を進めさせていただこうと思うんですけれども、例えば、まあ、今、スポーツのトレーニングがあって、バドミントンのトレーニングがあります。で、このトレーニング方法っていうのは、例えば、まあ、細かな違いはありますけれども、まあ、コートに行って素振りをしたり、例えばサーブをひたすら打ったりとか、あと相手を置いて、ラリーの練習をしたりとか、まあ、現場に行って練習しましょうっていうのが、基本的には、ベーシックなやり方。で、これまでは、こういう、例えば小池先生がおっしゃったようなやつとかが出てくるまではですね、多分こういうふうな、大体基本的には確率的なやり方、現場にいてやりましょうというやり方かなと思います。で、そのトレーニング方法に適合した人たちが、それがうまくいっていくわけですね。で、もしかしたらバドミントンの才能すごくあるかもしれないけれども、
今のトレーニング方法に合わない人たちはもしかしたら本来才能があったけれどももしかしたら外されてるかもしれないというような状況かなと思います。でそして最初の方に例えばレキモ先生がおっしゃったようにじゃあ今例えば現場に行ってみんなで練習するっていうのが非常にやりにくくなっていっていてじゃあ研究者たちとかスポーツの人たち何を考えるかっていうとちょっと新しいトレーニング方法をいろいろ考えていこうと。でそのために新しいデバイスを作っていったりとか新しい提示を考えていく。で、我々ももちろんそういうことはたくさん取り組んできていまして、例えばバドミントンに関して言えばどうかと言いますと、あ、ちょっと待ってください。例えばこういう、ものを、まあ、これは共同研究者の細田さんがやっているものですけれども、例えばバーチャルリアリティの空間で単純に練習したらどうかと。本当に意味あんのって思われるかもしれないですけれども、まあ、バーチャルリアリティの世界の中で、もうバーチャルなシャトルを使って、バーチャルに練習をすると。これは、今の状況にすごく合ってて、家の中で、部屋の中でやっときゃいいわけですね。なので、こういうトレーニング方法もまあまあ出てくるよねと。で、先ほどのその小池先生の指を強制的に動かすみたいなやつもありましたけれども、こういうのってちょっとやっぱり、今までの常識とはちょっと外れたやり方で、なんか本当に意味があるのか、本当にみんなに対して役に立つのかっていうのは、まだまあ確定はしていない状態と、これからいろいろ調べていかないといけない状態ということかなと思います。なので、例えば、トレーニング方法を今まで現地に行ってしかなかったところで、じゃあ新しいトレーニング方法 Y、新しいトレーニング方法 Z と、これトレーニング方法っていうのは、今皆さんがいっぱい作っていて、我々もいっぱい作っていて、どんどんいろんな方法が出てきている状態かと思います。ただ、ある人に対して、一体、どの方法が効果があるのかっていうのは、これ人によってやっぱり違うと思うんですね。なので、この A さんに関しては、あるトレーニング方法ではまあある程度効果があるけど、実はあるトレーニング方法では全く意味がないということがあるかもしれない。で、トレーニングっていうのは基本的には長時間やるものですから、例えば半年やって、このトレーニング方法が3つあって、まあこれがいいかなって選んでみたけれども、半年経ってみたら実は全然効果なかったみたいなことがあったらすごく悲しいですよね。で、今新しいトレーニング方法がどんどん出てきているので、ちょっと未知のトレーニングが多いですから、これどれを選ぶべきなのかっていうのがあんまりわからないんじゃないかというところが多分次の問題になるんじゃないかなと我々は考えています。で、実際、例えば先ほどの VR のトレーニング、バドミントンのトレーニングをしましょうということで、まあ、スキルテストをして、バドミントンどのくらい上手いかのテストをして、で、4週間にわたってバーチャルリアリティの空間の中でバドミントンの練習をしてもらうと。で、その後で、じゃあ4週間終わってから実際もう一回スキルテストをして、実際のバドミントン、このスキルテストは実際体育館の中で、実際のシャトルを使ってやるわけで、VR の4週間のトレーニングをしたことによって、本当のバドミントンが上手くなるかどうかっていうのを、例えば多くの人数で調べると。いうことをやったところ、これをこのグラフが、右に行けば行くほど上手くなった人たちなんですけれども、こう、きれいに2つ山ができていまして、つまり、うまく、VR でトレーニングするだけで本当のバドミントンが上手くなる群っていうのと、VR でトレーニングしても全然上手くならない群っていうのに、きれいに2つに分かれると、いうことが分かりました。つまりどういうことかっていうと、この状況ですね。このトレーニング XYZ それぞれやったときに何が起こるかっていうのは、これ人によって大きく違うんで、これをあらかじめ、知ることは非常に難しいということですね。で、やってみて意味なかったみたいなことが言えるということになると思います。だからこういう新しいトレーニング方法が出てきたときに、じゃあ次に何が必要になってくるかっていうと、おそらくトレーニング方法に対して、この A さん、僕ですね、例えば僕がこのトレーニング方法に合ってるのかどうかっていうのをあらかじめ知ることがもしできれば、この二重丸になるようなトレーニング方法を選べるということになるわけで、で、このために4週間まずはトレーニングしてくださいっていうのは非常に厳しいので、このためにここの技術が必要に次重要になってくるんじゃないかと。つまり需要性チェックというところが非常に重要になってくるんじゃないかっていうのが、我々が今非常に考えているところです。で、この需要性チェックっていうのをして、このあるトレーニング方法 XYZ っていうのがあなたに合ってるかどうかっていうのを、例えばすごく短期に調べられたりとか、あるいはこういうトレーニングを始めるずっと前に知ることができれば、この、ペケがついた、あなたこのトレーニング方法は合ってませんっていうものに関しては、あらかじめ、もうこれはやりませんという形にして自分に合ったものを選んでいくと。
だからこれから多分トレーニングとかって選択肢がどんどん増えていくと思うんですけれども、その選択肢を選んだらいいかっていうのをアシストするような、技術っていうのが多分これから大事になってくるんじゃないかなというふうに考えます。で、この、研究では、じゃあこの重要性チェックに何が使えるかっていうので、ちょっとあまり詳しくはお話しませんが、脳の構造が使えるんじゃないかということで、脳を1回スキャンすると、ずっと計測してもらうとかっていう話じゃなくて、1回、スナップショットをスキャンして、で、ある部分の部位を調べると、ある程度、この例えば VR での練習に重要性があるかどうかが判別できるというところまでできてますので、例えば、この研究では、この重要性の技術を使ったら、この重要性チェックある程度できて、で、バドミントンのトレーニングするにあたっては、あなたは VR 向いてますよ、とか、あなたは VR 向いてないので、これは諦めてください、なんていうことができるんじゃないか。というふうなことを現在取り組んでいます。で、この辺がまたさらにできるようになった後ですね。で、この後、じゃあ次さらに何が来るかっていうと、これをこれから考えていきたいところなんですけれども、この後さらにですね、じゃあ、例えば重要性がないやり方はできないのかっていうことなんですけれども、例えば、あなた VR 合ってませんって言われたときに、でも、例えば、今のコロナの状況だから VR でどうしてもトレーニングしたいっていうときに、この重要性自体を改善するようなトレーニングができないかっていうことが今次考えているところになります。そうすると、この重要性が合わないですよってテストされたところで、この重要性を変革するような技術、例えば脳を直接刺激して、ある能力、練習前にこういうことをしておけば、重要性が高まりますよ、みたいなことが、分かれば、それぞれのトレーニング方法に対して、あとは重要できますよ、っていうような状況が作れるんじゃないか、というところが、まあ今考えているところということになります。というわけで、ちょっと、具体例飛ばしまして、というわけで、これから技術習得、今までいろいろお話出てきてましたけれども、こういうのシステムがどんどん、いろんなものが出てきて、個人化が進んでいくので、そのサービスへの重要性のばらつきっていうのを何とかする方法っていうのを考える必要があるということで、はい、私からは以上です。ありがとうございます。はい、寺田先生、どうもありがとうございました。それではご講演の最後になりますけども、東工大の伊藤先生、どうぞよろしくお願いします。伊藤と申します。声聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、声も画面も大丈夫です。よろしくお願いします。はい、それでは、私の方から発表を始めたいと思います。私はですね、今回人文系の研究者として参加していまして、一応技術の紹介ってことなんですが、私がする話は超ローテクな技術の話になりますので、これまでの先生方の話とは だいぶギャップがあったりすると思うんですけれども、よろしくお願いいたします。で、私自身はですね、障害を持っている方が、例えば視覚障害だったり病気で四肢切断をしてた方なんかが、どういう身体感覚を持っているのかっていうことを直接お話を聞きながら、完全に質的な研究をしています。で、そういうスタンスから、今回のテーマである機械と人間の関係ってことをちょっと考えてみたいなと思います。で、障害のことをやってると、なんかコミュニケーションに2つのモードが存在するなってことをすごく実感するんですね。で、1個は伝達モードってやつです。でも、もう1つは生成モードってやつなんです。で、障害に関するコミュニケーションって圧倒的に伝達が多いんですね。で、この伝達モードってどういうものかっていうと、発信者の側に正解、メッセージがあって、それを受信者にこう、伝達するっていうのです。で、それに対してここで生成っていうふうに言ってるのは、例えば私たちがこう雑談をする時のように、こう最終的なゴールが よく分かってない状態で、 でもお互いにこう関わり ながらこう最終的なこうメッセージ内容がこうその場で生成していくような、なんかそういうコミュニケーション、そういうものも私たちやってると思うんですね。ところがその相手が障害者だっていうふうになると、どうしてもその周りの人はその人を助けなきゃとかサポートしなきゃっていう意識がすごい強まって、すごい一方的な伝達になっていくんですね。例えば視覚障害者だったら、ここに段差がありますよとか、コンビニですよとかいちいち言う、そういうことが起こりがちです。
で、ところがですね、まあ、障害があって生活する上ではその情報を周りの人にももらうってことも重要なんですけれども、いつも伝達されてる側っていうのはすごくしんどいわけですね。なんか自分がそこにこう能動的に参加してる感じっていうのが全くなくて、いつもなんか正解を伝えられてそれにこう従わなきゃいけない、まあ、そういうことが起こってしまう。で、さらにそういうふうになってくると、なんて言うんでしょうね、自分がその場に関わるってことができなくなるし、全部先回りしてやってもらえてしまうので、なんか挑戦したりとか逆に失敗したりっていうそういう機会もどんどんなくなってしまうっていう、まあ、そういう問題が起こっています。で、そういう意味でなんかいかにその障害を持ってる方と生成的に関わるかっていうことがすごく重要なんじゃないかなと思っています。で、多分それと同じことが人間と機械の関係にも言えるのかなと思っていて、こうなんかその機械が自分に いろいろ伝達してくれて、それに人間が従うっていうようなことがついそういう構造になってしまいがちだと思うんですけれども、多分それだと人間はハッピーになっていかないと思うんですよね。どうしたら機械と人間が生成的に関われるのかなってことを考える必要が あるのではないか、または、まあ、こういうズームを介したコミュニケーションっていうのもものすごく伝達的になってしまいがちだと思います。で、まあ、ズームの仕組み上しょうがないところもあるんですけれども、 いかにその生成的な その場でこう創造的な人と関わるっていうことをやっていくか、まあ、そこも、まあ、昨今のようなこういう遠隔で人と関わるっていう時にすごく重要なポイントになってくるんじゃないかというふうに思っています。で、ここからはですね、ちょっと私がすごいローテクにやっている、その生成モードをどう作るかっていう話を一つ例としてご紹介したいと思います。で、具体例は先ほども何回か出ているようなそのスポーツに関するお話 なんですけれども、私たちのチームの場合は、まあ、視覚障害を持っている方と一緒にどう生成的にスポーツを観戦するかってことを考えています。で、従来の視覚障害者向けのスポーツ観戦っていうのは、言語による実況中継がまあ、ほぼそれしかないっていう状態でした。で、まあ、それはそれで面白いんですよね。その実況中継のスキルっていうのがもうすごく蓄積されていて、どうやったらこう聞いていて面白いかっていうのがそれはそれで文化として結構完成されてるんですけれども、どうしてもそれだけだとこう伝達的に終わってしまう。視覚障害者の人がちょっと傍観者になってしまうというか、一方的に聞くだけで終わっちゃう。で、結果的になんかこう臨場感が なかったりとか、もうシュートが入ってから、シュート入りましたみたいな感じでこう後追いで情報が入ってくるみたいな、なんかそういう風になってしまうっていう問題があったんですね。で、そこでなんかそのスポーツ観戦を生成的にしたいなというふうに思いました。で、そこで、まあ、私たちのチームがやったことっていうのがちょっと動画でお見せしますけれども、これはですね、柔道の試合を動画で観戦しながら、それを実況中継してるっていう様子です。で、手拭いをこう使ってるんですけれども、両側に請願者2人、まあ、翻訳者ですねがいて、その手拭いの真ん中は視覚障害者が持ってると。で、その請願者の翻訳者側は、柔道の2人の選手の自分が担当する選手っていうのを決めていて、その選手の動きに合わせてその手拭いを上下させたり引っ張ったりするってことをしています。で、このやり方っていうのは、まあ、純粋に触覚的なコミュニケーションなんですけれども、まあ、当然細かいことは伝わらないです。その柔道の決まり手がどうだったかとか、そういう細かいところは伝わらないんですけれども、なんかその試合で起こっている力のせめぎ合いとか、駆け引きとか、なんかそういった部分はすごく伝えることができるんですね。で、さらに重要なのは、その視覚障害者の方がここに巻き込まれてるってことで、結構ちゃんと手拭い持ってないと吹っ飛んでっちゃうので、ちゃんと感染してるんだけど同時に参加もしてる。で、このなんか巻き込まれてることっていうのがすごく重要で、その要素があることによって、その生成的な場っていうのはこれできてるんですね。
で、まあ、この経験をちょっとさらに発展させてですね、研究の中では10種目の競技っていうのを、まあ、翻訳する、しかも身の回り の, あの普通の日用品を使って翻訳するということをしています。で、例えばこれ ラグビーの、まあ、本質って私たちは呼んでるんですけれども、まあ、あの ラグビーに限らずですね、さまざまなこうスポーツって、観戦するときにはどうしても視覚を使って観戦しちゃうんですけれども、実際には選手は視覚だけ使ってるわけじゃないわけですよね。触覚情報とか聴覚情報も使いながら試合をやってるので、実際に選手が感じてるその実感っていうのが分かろうとしたら、なんか実は視覚でない感覚にちゃんと注目する必要があるんじゃないかっていうふうに考えました。つまりなんか最初は視覚障害者と一緒に観戦する方法を考えてたんですけど、だんだんこう請願者もスポーツちゃんと分かってないんじゃないかっていう感じが してきて、で結局、まあ実際スポーツ選手にお話を聞いて、非視覚的な情報を特に注目 しながらですね、それを翻訳するってことをやっています。でこのラグビーの場合は、スクラムを組んでる時の様子をこうキッチンペーパー2つで翻訳するってことをしていて、まあ、スクラム組んでる時はですね、なんか敵と協力する、敵がそのどんどん進もうとしている方向とちょうど正反対の方からこちらを押していかないと、力が拮抗できないので協力する必要があるんですけれども、なんかその協力する感じをこのキッチンペーパー直列に2個でつないでこう押し合うってことをやっています。まあ、感染の感をこう感じるに変えてみたっていう感じですね。それからこれはですね、逆に感をこう発汗の感にしてるんですけれども、これ何かっていうと、もう選手の感覚を翻訳するだけじゃなくて、自分たちもこう参加できるようなちょっと別 の本質をキープしたまま別の競技に置き換えてるみたいなものです。でこれ皆さん何の競技か分かりますかね。これ実はフェンシングで、この方は ロンドンオリンピックの銀メダリストなんですけれども、アルファベットのパーツをですね、2つ組み合わせて知恵の輪のようにして、それを片方の人が、外そうとする、もう片方の人が外されまいとするっていうことをやってます。でそのなんかフェンシングって剣なので突くっていうイメージが強いんですけれども、実際に選手の話を聞くと、うまく相手の動きについていってスッと外すみたいな、そういうことがすごく必要なんですね。その感じがこのアルファベットを使ったフェンシングだと結構体感できて、なんかすごいフェンシングっぽいっていうふうにおっしゃっていただきました。それからこれは野球なんですけれども、この方はもともと横浜 DeNA の、 ピッチャーだった方なんですが、ピッチャーとバッターの駆け引きっていうのを翻訳してます。で長いストッキングをピュッて引っ張る、ピッチャーが引っ張るだけなんですけれども、重要なのはキャッチャーがピッチャーの肩に触れていて、で次速球が来るのかそれともこうゆっくりが来るのかみたいなことを、この肩の動きで触覚的に感じ取って、で上からポンって 手で叩くと、で赤いところをうまくキャッチしたらホームランみたいな、なんかそういう心理戦をこう再現するよう なんかそういう翻訳の仕方です。で私たちとしてはこれ VR のつもりでやっていて、まあ、VR って必ずしも視覚的なヘッドマウントディスプレイを使うものだけではないと思っていて、なんかそこで起こっている出来事の本質を別の形で再現するっていうことが、まあ、VR の本質だと思うので、まあ、そのつもりでやっています。で、まあ、そういうふうに考えていくと、なんか機械と人間の共生を考えるときに2つぐらいポイントが見えてくるかなと私自身は思っています。で1つはなんかその伝達的な関係じゃないような生成的な関係を作るためには なんか テクノロジーがこう非完結型である必要が あると思うんですよね。つまりなんか テクノロジーがものすごい完璧に できてたりすると、そこにも人間が関わる、まあ、スペースがないというか、穴がない状態になってしまって、機械に言われるままに人間が行動するみたいになってしまう。
まあ、あの考えるヒントは ドラえもんが持っていると思っていて、まあ、ドラえもんってこう、あのなんていうか、あの機械としては完成されてないわけですよね。でそこがあるからこそ、まあ、周りのキャラクターが関われるってところがあって、このなんか完璧でない非完結じゃないテクノロジーって何なのかなってことを考えたい、ってことと、まあ、経験とは何なのかっていうことですね。で経験ってそれ自体分割不可能だと思うんですけれども、まあ、特にこういうあの遠隔で人とコミュニケーションするときに経験ってものがこう なくなってしまいがちで、まあ、それをどうあのもう一回発掘するのか、でそこであの、まあ、バーチャルってこととか、その経験の本質、その本質をうまく取り出すと、それは別の形でもう一回再構成することは可能かもしれない。なんかその経験とは何なのかってことを、もう一回考える必要があ あるんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、というわけで私のお話はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、伊藤先生どうもありがとうございました。これ以上でですね、あの5名の方のご発表が終わりました。ではあのこの後はですね、パネルディスカッションということで、30分ぐらい時間ありますので、じゃ あのモデレーターを歴野先生どうぞよろしくお願いします。あ、はい、あ皆さんどうもありがとうございました。30分しかないのでなかなかタイトなんですけれども、じゃあ最初にですね、ちょっと質疑なしでどーっと進めちゃったので、それぞれの方からどなたに対してでも結構、ね、なんかこうコメントとか質問とかあったら、それをまず第一週目でしたいと思うんですけど、じゃあ、順番で河原先生からお願いできますでしょうか。はい、結構皆さんの、研究をまとまって拝聴するのって久しぶりだったので、こんなこと今されてるんだって懐かしく思いつつというところもありました。であの最後 あの伊藤先生 の発表すごく私初めてで興味深かったんですけど、あの例えばの、ピッチャーとキャッチャーの疑似体験といいますか、あの、筋肉の動きを見てあの駆け引きを感じて、ゲームすごく面白いなと思ったんですけれども、これはあのリアルでやるから成り立つんでしょうか、それともバーチャルで触覚とかを提示してもやっぱり面白くできるものなんでしょうか。そうですね、あのバーチャルでどこまでできるかまだ実験してないんですけれども、うん、さっき その翻訳の面白いところって、一回 やってみると、つまり選手がどんなことを感じているのかなっていうのが分かると、そこから先実際に テレビとかで観戦するときの解像度がすごい高まるんですよね。うん、でだからその各家庭で あれをやってみると、遠隔でやったとしても解像度が高まるって効果があの期待できるかなと思います。うん、何か抽象的にはこのシグナルが出てそれにいかに反応するかってだけだと思うんですけど、多分それじゃないもうちょっとアナログなノイズ的なピクッと動いたぞみたいなのが多分面白いところなんですよね、駆け引きの。ありがとうございます。ああじゃあですね、あとちょっとオーディエンスの方に、QA の Q&A の機能を使って質問を入れていただければ、もしかするとあの全部は難しいかもしれないけどお答えできるかもしれないので、もし何かありましたら、あのこの後の議論も含めて入れていただければと思います。はい、それではじゃあ小池先生。はい、じゃあ私、寺田先生の研究に質問させていただきますけど、あの、この VR トレーニングがダメだっていうことがあるっていうことだったんですけど、なんかその VR トレーニングダメな方っていうのは何か特徴があるんですかね。はい、ちょっと説明できる時間が全然なかったのであれなんですけれども、やっぱりあの特徴を明らかにするということも大事かなと思ってまして、で結局今いろいろ調べている中では、これもあの共同研究者 の方がやられているお話ですけれども、例えば、3次元トラッキング能力が低い人は例えば VR の重要性が低いみたいなことがなんとなく分かりつつあるので、つまり、3次元トラッキング能力っていう基礎的な実験で測れるような能力がおそらく VR でのこの能力向上につながっていると思われるので、その3次元トラッキング能力を例えば最後に言ったトレーニングできるんじゃないかっていう話は、3次元トラッキング能力のトレーニングっていうのはできるので、それをやってから、多分 VR トレーニングの重要性も高まるんじゃないかという意味で、なぜその重要性がないのかっていうのを調べることっていうのは大事だと思ってますし、うん、あの現在やっているところという感じです。ありがとうございます。もともとそのスポーツが不得意だったとかそういうことではないんですか。そうですね、今回あの上達率でやっているので、でそれが割ときれいに出ているので、
上達率で見たときには、やっぱり需要性っていうものは存在するなというふうに思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあその寺田先生。はい、ありがとうございます。ちょっと 誰に聞くか、例えば小池先生にじゃあちょっと聞いてみたいんですけども、例えば僕らがやってることって、要は新しいマイノリティっていうのが存在するから、これをどういうふうに対応していくべきかという話になるのかなと思うんですけれども、伊藤先生がやってらっしゃったような、このこれまでもうしっかりマイノリティとして扱われてた、こう、グループに対応していくっていうのと同時に、例えば小池先生がなんかすごいプロの人たちを相手に、例えば技術習得をしていくって考えたときに、その人たちってなんかマイノリティとして取り扱って、今までのこの、うまい、ちょっとあんまりうまくない人たち、うまい人たちみたいなところの流れに乗ってる支援をしようとしているのか、それともなんかあの辺の人たちは全然違う人たちだから、全然違う支援がいりますよみたいな話をしようとされているのか、その辺が どちらなのかなっていうのが気になりました。はい、ありがとうございます。基本的なところはまあ同じだとは思うんですが、ただやはりその本当にスポーツにしても音楽にしてもこうレベルの高い人がさらに上を目指すっていうところと、いわゆる初心者の人が中級者になるとか、中級者の人がちょっとだけ上級者の足、上級者になるとかっていうのとはちょっと明らかに違うところがあると思われます。なんかだからもう本当に上級者の人たちって、もうそこまでやるのぐらいの練習とか、もう細かいチューニングをしないとダメな人たちなので、そういう意味で私たちは一応今上級者の人たちを相手にしてるんですけれども、いかにしてそういう繊細な動きを計測して、繊細な動きをフィードバックするかっていうところに一応今は着目してます。ただまあその技術はもちろん一般の方々にも還元できるとは考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら伊藤先生。はい、特定の どなたにっていうわけじゃないんですけれども、ポートで、宮田さんの方から出ていたキーワードで、なんかその機械と人間がこうの共生ってことを考えるときに、今後はその双方が進化するっていうことをどう考えるかが重要じゃないかっていうお話があって、なんかその、まあ、共進化みたいなことって結構重要なのかなと思ってるんですよね。で多分人間ってその他の動物とか植物を、例えば畜産とかの農業って形で、まあ、一見飼いならしてきたように思われてるんですけど、実はその最近の研究だと、その他の種をうまく飼いならしているように見えてる人間が実は一番うまく飼いならされていて、その他の種と共生するのが得意な種にどんどん進化していってるらしいんですよね。っていうふうになんか進化ってやっぱり双方向的に起こることで、共生するってことは いつもその共進化の可能性を含んでると思うんですけれども、なんかそういう観点から考えた場合、機械と人間のその共進化みたいなことってなんか どのあたりに考えるヒントがあったりするのかなと思って、教えていただけたらなと思っています。ありがとうございます。面白いですね。ちょっとその辺からもう少し広げたいと思うので、じゃあ、どなたでも結構なんですけど、例えばですね、まさに同じことで、アーサー・チャールズ・クラークって SF 作家が、人間がテクノロジーを発明したっていうのはちょっと思い上がりで、テクノロジーが人間を発明したんじゃないかっていう言い方をしてるんですね。で、例えば言葉っていうのもテクノロジーで、石器とかもテクノロジーなんですけど、言葉発明すると多分言葉向きの人間ができてるし、石器を持った瞬間にまあ、器用な人が、まあ、生存確率が高くなって、多分ネアンデルタールとホモサピエンスってきっと多分ですね、ネアンデルタールの方が脳も大きいし体も大きかったんですけど、器用さは多分ホモサピエンスの方が良くて、道具の使い方が巧みだったんで、まあ、生き残ってるから。でもそれはもしかすると、ホモサピエンスが発明されたかもしれないですね。だから今後もそういう意味では、技術が人間を発明したっていうと、人間技術を発明したっていうのと、まあ、両方まさに共進化みたいなことがあるかなと思うんですけど、なんかその辺で皆さんご意見とかありますでしょうか、ね。うん、じゃあよろしいですか。はい。そういう意味では、まあ、私たちはまあいろんなその今 AI とかを使った、アシストみたいなものを、研究してはいるんですけれども、やっぱりそういうその
アシスト技術っていうか、そういうものに適用できる方と適用できない方が、もしかすると、先ほどの寺田先生のお話みたいにあるかもしれなくて、で、まあ、もちろんそういう方々をきちんとカバーしていく必要はあると思うんですが、まあ、これからのこういう時代になってくると、その AI の進化がものすごい早いので、まあ、それにこういかに適応できる人間になるかっていうのもすごい大事なのかなっていう気が私はします。あとそういうのが早期に分かってしまうのも良し悪しなんですよね。だからさっきの寺田先生みたいな需要性があるかどうかが、じゃあ初日に学校入った初日に、あるいはもっと試験するときに、この人は伸びしろここまでみたいに言われてしまった方がいいのか、知らないままの方が幸せなのかっていうのがありますよね。はい、伝え方がすごく大事で、ちょっとさっきの話に戻ると、今小池先生がおっしゃったように、おそらく新しい技術に適応できる人たちっていうのがゴーって伸びる時代が多分すぐ来ると思うので、おそらく活躍する人のカテゴリーが変わっていくだろうなというのはすごくあります。で、その需要性とか伸びしろを先に見せてしまうっていうのは、これは多分非常に良くないことなので、で、その時に多分同時に大事なのが、まあ、最後の方で言ってたみたいに、この伸びしろっていうのは固定ではありませんということをいかにうまく伝えるかっていうことが多分大事かなと思ってまして、で、需要性に関しても、あなたはこれに需要していますって言って、それに乗っ取ってそのままやってくれてもいいですし、もし、需要性がないけれども、これが好きだからやりたいっていうタイプだったら、うまくやるためにはこうした方がいいんじゃないですかっていう情報をやっぱ同時に与えることが、同時に提示することが必要かなと思います。はい。なんかその辺すごく確かに慎重に考えなきゃいけない問題で、でかつ結構想定外のことも実はいろいろ起こるのかなと思うんですよね。で、例えばこう Zoom っていうことを一つ考えても、その障害を持ってる方たちの中で結構その想定外の Zoom への適応みたいなことが起こってて面白いなと思うんですよね。例えばこう視覚障害の方って一見 Zoom にあまり向いてないように思うんですけれども、すごい Zoom のこう会話だと分かりやすいみたいなことを言うんですよね。でそれどうしてかっていうと、 Zoom でコミュニケーションするときって、まあ、それこそ人間の言葉が進化してるのかもしれないんですけど、指示語、こことかそことかってことをみんな言わなくなってきてるので、すごいこう視覚障害者にとって分かりやすいみたいなことがあるみたいで、Zoom でコミュニケーションするときって、こう、このプリントの上から3行目にこう書いてありますみたいな感じで、いちいちこう、ちゃんと言うと思うんですけど、まあ、それがすごく実は分かりやすいとか、またはその、全身っていう概念が変わるっていうんですかね、この画面に映っているのがその人の体っていうふうになっていくので、例えば筋ジストロフィーの方で体は動かないんだけど、手はすごい動くっていう方が、Zoom だとすっごいなんか活動的な方に見えるんですよね。手をいつも動かして、顔を動かしてるので。そういうこう、従来とは違うその分かれ目っていうのがこう見えてきてる感じもして、なんかそれはまあとても面白いと同時に、まあ、気をつけなきゃいけない問題をはらんでるなっていうふうに思います。これ、ズームとかオンラインのすごい可能性としては、例えば英語は喋れなくても、自動翻訳して、ここに字幕を出してくれるとかすれば、語学の壁が乗り越えられるとか、もっと言うと、耳が聞こえなくても、それをテキストの翻訳するとかってことができるので、まあそういう意味でいろんな意味でハンディキャップが乗り越えられるっていう可能性もあるんですけど、同時にハンディキャップ乗り越えすぎて、本人いらないみたいな、そこそこ答える秘書さんだったらばロボットするとか、そういうようなこともあり得るわけですね。まあ、授業でもなんか、アバターで先生、試しにアバターになったら、生身の先生です、アバターの先生がはるか評判いいので、なんかこう、しょげるとかってこともあるので、なんかオンラインになると、なんていうんでしょう、こう、いろんな能力をこう乗り越えることもできると同時に、置き換えられてしまうっていう危険性とかも感じると思うんですけど、その辺ってどうですかね。それはいつも私も言われるんですけど、その AI は、まあよくありますね。AI は人間を置き換えてしまいますかとか、人間拡張すると、その拡張した機械を取り去ったら、その人は衰えてるんでしょうかとか、小池先生の何か意義あります？そうですね。まあ、
従来の考え方での人間拡張だと、まあ、例えばそのアシストスーツみたいなのはあると思うんですけれど、ああいうのはまあ、弱い人間をこう機械が、サポートするっていう考え方なので、もしかするとその機械を取り去った瞬間に人間は弱くなってる可能性はあると思うんですよね。ところがそこはちょっと考え方を変えなきゃいけないと私は思っていて、その、まあ、人間機械の共生なんですけれども、その人間を弱らせるんではなくて、人間と一緒にこう人間のその能力を本当に人間自身が強くなるような、そういうような、支援のできるようなシステムにしていかないといけないんじゃないかなと思って、まあ、私たちのプロジェクトでも一応そういうのを目指してやってはいるつもりです。ありがとうございます。なんか川名先生のところでやられてるような、多分そのちょっと人間を直接拡張するって違う実感もしれないんですけども、あ、なんかそういうソフトロボットみたいなのがこう世の中にこうどんどん普及していったときってどんな感じになるんでしょうね。結構非常にバクッと聞きましたけど、あ、ポイモで柔らかい風船を使ったロボット、あれって結構リアルな合宿でのディスカッションの中出てきて、で割とみんなでこんなんできたら面白いねって盛り上がって一瞬でプロジェクトに立ち上がったんですけど、みんなにこう発見されるまで結構時間かかったんですよね。それ文脈が足りてなかったとかいうのと、ワークショップ出てなかった人は何が嬉しいのかとか、どういうのがポイントかっていうのは多分分かんなかったんですけど、実際にものができてそれを乗っている人がなんかこれは面白いぞって思ったり、乗ってるって楽しそうにしてる動画を YouTube で公開するとそれが Twitter 経由でこう拡散したりっていうので、こう体験が共有されてきたんですよね。で今日いろんな先生方が話されたことも実際に科学的に効果のあるっていうことを実証しても、多分個人的な嬉しさとかトライしてみたいまでのところまで想像できる人って多分少なくて、こういうのをどう広げていくかで、あれはめちゃめちゃ面白いのでやってみようと、あれものすごく上達するので使ってみよう、そこが穴が開いてるんだろうなと思います。そこを乗り越えられると時にこう一気にテクノロジーって置き換わっていくんだろうなとかって思ってます。聞いてて思いました。なんかその先ほどの伊藤先生の関連するんですけど、こうアイデアも人間がこうなん作ってるっていうだけではなくて、良いアイデアってみんな飛びつくので、要するに種の保存的に言うと、良いアイデアってこうどんどんこうコロナじゃないですけど分散して大きくなってるんですよね。だからみんな、あ、これ面白そうって言うと、それに対してこうみんながエフォートを集中するからどんどん進展すると、まあ、今の深層学習でもそうですけど、だから なんとなく面白そうなアイデアが人間をこうどんどん取り込んでいくと。だからそうすると人間が作ってるっていうんじゃなくて、アイデアが人間をこう巻き込んでるっていう生物、アイデア生物みたいな、人工生命みたいな感じもするような気もしますけどね。それに関連して、駅本先生の自己紹介がすごいかっこいいなと思ったんですけど、なんか、頭で妄想して手で考えるみたいな。あ、はい。あれすごい面白いなと思ってて、なんかそのアイディアと同時にやっぱ手を使ってもう物と触りながらこういろんなことを思いつくっていうこともあると思うんですよね。でなんか それも案外 Zoom で やりやすくなったなと私は思っていて、なんか大学の授業とかって教室で やると頭の中で完結しがちなんですけど、まあ、遠隔で授業をするとみんな自分家で作業をしてるので、私は大学では芸術の教員なんですけれども、なんかテーマ与えて、これで作品作ってください、じゃあ30分後から公表ですっていうと、みんななんか自分家にいて、自分家にもうあるなんか いろんな材料を使ってわーって作るんですよね。いや、すごい手を使って考えやすくなったなっていうのもなんか一つ感じていて、考えるっていうこともなんか結構変わりうるのかなっていうふうに思ったりして。ありがとうございます。ちなみに頭で考えて手で思考するじゃない、頭で妄想して手で、自分で間違ってる、手で思考するという名前の本を今書いてます。あ、そうなんですか。すごい楽しみ。研究法みたいな、なんか発想みたいな本書いてて、でやっぱりさっき伊藤先生の感ですけど、穴が開いてた方がいいわけですよ。やることって最初から全部こうプランが全部決まってて、それから失敗したらもうダメっていうんじゃなくて、頭で妄想したときはなんか7、8割ぐらいできると思って、実際手を動かすとダメだなっていうところがやっぱり一番
面白いの で、うん、でそこで手で思考するっていう感覚がすごく自分的にはいいかなと思ってるんです、はい。他になんか飛び込みのコメントがありますかね。私ちょっと最初に川原先生が4月頃に、まさにポストコロナみたいなオンラインのパネルをされたと聞いたんですけど、その頃から今半年以上経ちまして、なんかその感覚変わったとかってありますかね。その、あの頃と今って何がこう世界観とか社会、未来観とかなんか、ものの見方とかで、なんか何でも、他の方でも結構ですけど。結構数字で現れることは割と当たって、その当期から言われてたことはもう確実に当たってますね。第2波第3波来るんじゃないかとか、なんとなく皆さん夏ごろ終わるかもしれないって期待もあったけど、いや終わるわけないよね歴史的に見たらみたいなのを、まあ、共有され当時から共有されていて、やっぱその通りになってるなっていうのがありましたね。で今後変わったことといえば、変わることに抵抗があったのが4月頃だったんじゃないのかなと思ってます。でなんだかんだこの秋頃には国際会議やっぱ現地で開けるんじゃないとかってみんな思ってたと思うんですけど、やっぱ無理だねって、その諦め、夏を越した頃からみんな諦めになって、本当にポストコロナとか言っちゃってるけどみたいなのが、本当にポストコロナとかウィズコロナを考えなきゃいけないモードになってきて、でそれがこう案外できるじゃんっていうのに気づき始めたのがこの秋ぐらいなのかなっていうのが思ってなかったことというか、ちょっと4月と違う頃なのかなという感触を持ってますね。あ、いいですかね。僕らとしては、例えば、ちょっと自分の発表の時にも言ったんですけれども、これから多分選択肢って本当はどんどん増えていくもんだと思ってたんですよね。だからいろんな、みんながいろんなものを開発していって、いろんなものを発明していって、選択肢が爆発するから、そこの選択肢を選ぶのが大事だろうなって思って、こう、なんか考えを進めて、未来的なことをイメージしながら進めてきたんですけれども、どうもこの状況になると、選択肢いっぱい作った後ですけれども、逆に制約もものすごい増えてきて、こう、制約によって選択肢からもう除外されてしまうものっていうのがもう大量に出てきてしまったので、じゃあ選択をできる、うまい選択をするだけじゃなくて、やっぱ制約に適応していかないといけないっていう、この二方向を同時に考えないといけなくなったっていうところが、おそらく僕この半年ぐらいでちょっとマインドが変わったところかなと思いました。なのでちょっとこう自分を変える側のアプローチをやっぱりしないといけないなっていう感じですね。その辺がちょっと違うところでした。あ、じゃあ、私も、あれですけども、まあ最初の頃はですね、やはりまあ、こういう技術の伝承みたいな話にしても、まあ、例えばオンラインでできるものはできるとかいうふうに考えているところはあったんですけれども、まあ、実際こういうの長引いてくると、結構やっぱりこう人対人というか、まあ、機械対人でもいいんですけれども、そのなんか接触の部分がすごく重要だっていう気がしていて、つまり今接触が全てにおいてこう否定されてる時代になってますよね。ところが人と人との接触とか、あるいは機械と人との接触とか、そういう触らないとわからないものってやっぱりあるじゃないですか。なんかそういうのが今は非常にこう希薄になってるんですよね。で、まあ、先ほどちょっとお見せしたそのロボティックグローブみたいな、ソフトグローブみたいなやつなんかは、従来のそのまあちょっと機械的な、あれとは違って、そういうなんていうんですかね、こう人間味のあるじゃないんだけれども、なんかそういう柔らかな、コミュニケーションの伝達みたいなものを目指していく方向にもいけるんじゃないかなと思って、例えばその、今こうセパレートされている家族の人たちがいて、お腹めったに会いに行けない、でもズームでいいんじゃないとかっていうと、必ずしもそうじゃないわけですよね。やっぱこうハグしたりとか、こうお互いに手を握ってぬくもりを感じたりとかしなきゃいけないんだけども、だからそういうところをなんかこうサポートできるようなツールに なっていくと、っていうかそういうのを開発していかないといけないかなっていう気もしています。なんか私もその 技術の伝承ってことに関して、こう触覚がすごく重要だっていうことを感じていて、
でそれはなんか身体的な技術じゃなだけじゃなくてこう社会的な技術も多分同じなんじゃないかなと思ってるんですよね。でさっきあの学会が、2年連続その バーチャル開催でしたっけになったっていう話を伺ったんですけど、なんか同じようなことがいろんなところで起こっていて、例えば大学の文化祭とかもうちの大学は去年台風であの中止になって今年も中止になったので、2年連続でこう中止になっちゃったんですよね。そうするとそういうなんか文化祭とか学会を実行するため のノウハウが伝承されなくなっちゃって、なんかどうなるんだろう、多分なんか、まあ、マニュアルとかは作ってると思うんですけれども、それだけだと多分できないと思うんですよね。でそこがあの何でしょうね、その学会文化祭だけじゃなくてそれぞれの地域 あの お祭りとかですね、なんかさまざまなところでそういう伝承のなんか分断ってことがなんか起きつつあるのかと思うとちょっとなんか怖いなっていうふうに思ったりします。確かにその高校だと3年連続すると完全にあれですよね。そうですね、うん、切れちゃうので、そういうなんか文化祭的な、ノウハウみたいなのが一切失われちゃったりとか、お祭りとかも各所で多分そういうこと起きてるんじゃないかなと思いますけどね。私は一方ですね、さっきのフェンダーがなんかバカ売れしてるとか、ああいうのかなり面白いと思っていて、なんかその最初の頃はこうみんなこう必死になってオンラインのズームとかやったんですけど、なんかこう一瞬落ち着いてみると自分って何やりたいんだろうって多分みんなこう見直してると思うんですよね。だからその学ぶっていうんでもその必ずしもそのなんか資格を取るための学ぶんじゃなくて、なんか自分でギターちょっと弾けるようになったら嬉しいみたいな、そういうなんか学びの原動力みたいなところに戻ってきてるのが、なんか逆にこう社会が一瞬落ち着いてくればいいなと思ってるんですね。で それがあのその柔らかな接触みたいなちゃんとサポートされるといいんですけど、一方でものすごくこう議論が先鋭化してて、ツイッターは常に炎上だし、あのアメリカの選挙とか分断してるとか、ものすごくこう、なんていうんでしょう、ちゃんとこう話し合えば分かるっていうのが、こう、なんかネットによってこう分断されたまま、こう、すごいとんがったままっていうのが続くと、こう、息切れしちゃうんじゃないかなというのは思ったりします。うん、あで、質問、ちょっと、そう言いながらですね、このまま行くと、あっという間に時間がなくなってしまったんですけど、ちょっと質問を、読み上げますので、もし回答できる方がいたら、ちょっとということにしたいと思います。最初はですね、多分コメントですね、人間と生成的な関係を築くことのできるテクノロジーは完璧なものでないものが、方が良いですかね、方が良いというコメントと、あと、穴のあるテクノロジーの穴の加減が難しいと思いますが、どのようにして適切な加減を取れればいいでしょうかという質問があります。これ、パネリストの方には見えてるんですけど、あのオーディエンスの方で見えてないと思いますので、ちょっと読み上げていきます。で、人間機械共生を考えたときに、どのようにして機械システムへの信頼を構築できるでしょうか。から伊藤浅先生の話を聞いて大変参考になりました。障害をお持ちの方との交流でも、Zoom などオンラインのコミュニケーション増えました。どのような工夫をすれば、もっと巻き込まれることを目指せるでしょうか。高齢や単身の方も多いので、せっかくなら心がつながった時間をお互いに過ごしたいです。だからオンラインや機械との共生が広がることによって逆にリアルの重要性や大切さを感じるという事例はあるでしょうかという、まあ、質問やコメントをしてますけども、どなたでもどうでしょうか。質問に質問で書いちゃうんですけど、穴のあるテクノロジーって自分で言っといてあんまりよく分かってなくてですね、その具体的にどういうことが可能なのか、なんか分からないなりに想像したのは、なんかその、機能的に、人間が入り込める要素がこう設計されてるみたいな意味での穴と、もう一つはなんか AI みたいなこう前もって予測してなんか人間はこういう行動をするんだみたいなことを完璧に予測して予測空間を作って、その中で機械が動く みたいなそういう設計に対して、なんかその想定外のことが起こったとしても大丈夫なよう なんかそういう設計にしとくっていう意味で の機械の穴っていうことをちょっと想像してたんですけど、なんか
こういう発想ってありえる、どういうふうに考えたらいいのかなって、なんかよく分かんなく実は言ってしまっているんですけど。だから設計的にこう完璧じゃないっていうのは普通の実は人間なんですけど、テクノロジーだとやっぱりこう仕様があって、それに対してどのくらい性能を上げられるかみたいなっていう軸だけで考えちゃうとこなんじゃないでしょうかね。うんうん、だからでもその未完成さのデザインのメソドロジーみたいな、こうもうちょっとあれですね、システマティックにやるとわざと穴を作っとくみたいなっていうのは余白みたいなのあると思いますけど。うん、リアルの重要さって、なんかこの前深澤直さんデザイナーの方と対談したんですけど、なんか自分家の近所のところをよく歩くようになったと言って、自分家の近所をよく知らないことを発見したとか言ってて、まあそういうことはあって、なんて言うんでしょうか、ローカルティー、なんか歩いていける範囲とか自転車乗っていける範囲って比較的安全にこう動けるんですけど、普通の生活で通勤するといきなり電車でこう東京行っちゃうとか、そうなので、実はそのなんてローカルっていうフィジカルがやっぱり自分を支えてたんだって気がついたっていうのをおっしゃられてるので、まさにそういうことは思いますね。だからローカリティとかフィジカルな時の感じっていうのと、それからまあオンラインでこう距離を超えてつながるっていうのが完全同居してるんじゃないかなと思います、ね。うん、もうリアルの大切さで、大学ではハイブリッド授業が再開されて、一部の授業はまあ来ていいよっていうふうにしてるんですけど、まあ、9月になってから最初のうちは結構学生さんたちも友達に久しぶりに会えるとかで来てたんですけど、だん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 減ってきてるんですね。今も本当は50人ぐらい登録してる授業でも 5,6 人しか来てなかったりとかって、まあ先生生で見たくて来てるわけじゃなくて、友達をと会話できるから、それは目当てに来てるっていうのが実情なんで、リアルが大事なんですけど、リアルの何が大事なのかっていうのをしっかり考えて、でそれをまあデジタルで補えるんであれば、デジタルで補えるので補えばいいし、そうじゃないところ、最後まで残るものって何なのかなっていうのが、今の議論で大事なのかなとか思ってますね。アシストとかも多分そうだと思いますね。多分寺田先生の技能を教えるっていうのはすごく本質的で大事なんですけど、多分なんかこううまくいかなくてこうスランプに陥ってる時でもちょっと励まされたみたいなのが、多分その後のモチベーションにつながったりとか、そういうオフライン的なその枠外の情報とかも大事なので、なんかそういうところも含めてのリアルなんだろうなとか聞いてて思いました、ね、ありがとうございます。最後また質問が来て、伸びしろを提示する言い方が重要とのことでしたが、伸びしろを提示するのは人間でしょうか AI でしょうかという質問来ています。多分どっちでもいいんじゃないですかね。ああいうシステムって間に人間をかました方がいい場合と、かまさない場合が方がいい場合と両方ともあって、それ個々のシステムのデザインで、なんか例えばそれこそトップアスリートの計測とかの現場を見に行ったりすると、実はセンサーの値とかはアスリートには見せなかったりするんですよね。なんか数字に影響を受け、トップアスリートほど数字に影響を受けがちだったりするので、ちょっと翻訳してくれるトレーナーさんが間に入ってから言葉で言わないとうまく応用できなかったりとか、ただ例えば直接聞いてうまく応用できるパターンもあるでしょうし、実はこの辺がまだ定まってないのかなと思ってまして、こういうのを見せた時に人はどう思ってこうよりやる気になるのか、やる気の話、レギオン先生もおっしゃってましたけれども、どういうふうにこのモチベーションを保っていくかみたいなやつは、実は取ったデータとかの数字自体よりかは多分その見せ方で決まってくるので、見せ方ってまだちゃんとできてなくて、いろんなデータが今取れるようになってる以上、この見せ方に注目した、研究っていうのは、これはもう絶対的に、大事なので、これが人類をネガティブにしてしまう一つのきっかけになるかもしれないので、見せ方は多分どちらもありで、ちょっと曖昧な返答ですけれども、こうアダプティブに変えていく必要があるんだろうというのが今の予想で、はい、それを研究していかないといけないと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。というあっという間に30分になってしまったんですけど、最後に30秒すいません、30秒で何か言いたいことがあったら言って終わりたいと思いますけど、よろしいですか。川原先生からで、はい。
あ、何も考えてなかったんですけど、まあ、いろんな大学の研究が出てきて、こんなんできたらいいなっていっぱい出てくるんですけど、それをどうビジネスとか実際 の, サービスにつなげていくのか、例えばなんかそのコーチングするようなサービス考えたときに、今までこう伝統的にやってた人たちがいきなり VR ツール使い出すのかっていうと、まあ、ちょっとわからない部分なので、研究者がちゃんとそういう誰がそういうのを実際にみんなに展開していくのかっていうのを含めて、我々が研究者が考えていかなきゃいけないのかもなと今日思ってました。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ私ですかね。まあ、こういうコロナの状況になって、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、ちょっと人と人とのコミュニケーションみたいなのはなかなかうまくいかなくなっているというか、今までと違う形になってきてますよね。だからそれにうまくこうアダプトしていかないといけないなと思って、で特に今、海外の人とのこう交流が非常にこう少なくなってきてますよね。先ほど学会に行けないというお話もありましたけど、これは結構5年とか10年ぐらいすると結構引いてくるんじゃないかなと思って、なのでそこら辺をうまくやっていかないといけないのかなというふうに今思っています。はい、ありがとうございます。あと、そうですね、今とも一緒の話になっちゃうんですけど、今何が起こってるのかっていうのを現れてないけれども計測できるのが多分研究者だと思うので、今この状況で例えば小学生の子どもたちに一体何が起こってるのかとか、実はそういうスポーツマンに何が起こってるのかとか、そういうところをちょっとデータを取っておくっていうのが本来やらないといけないことなのかなと思っているので、そういうことになんかちょっとコミットしていきたいなと思ってます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。なんか今日人間と機械の共生っていう話だったんですけど、なんか偶然だと思うんですけど、教育とか学習の話が皆さんから多かったのが面白かったなと思っていて、なんか、ね、教育とか学習ってすごく内発的なもの、その人が学びたいっていう気持ちがめちゃくちゃ重要であると同時に外側から関われる要素っていうのもたくさんあって、なんかそういうことこそこういう遠隔化した状況とかでこう考えると実は面白いテーマがいろいろ入ってるんだなってことを考えさせられました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、こういう、まあ、議論してるとさっきの寺田先生、今何が起こってるかってすごい重要だと思ってまして、こういう議論も、多分来年とか10年後とかにもう一回これ再生してみると、ああって思うこともあると思うんですよね。 あれは全然分かってなかったんだなとか、だからなんかそのこうポストコロナ的なディスカッションってまあ結構多いんですけど、こういうのもちゃんとアーカイブして、で後で何が見えてる何が見えてなかったかって再検証してみるのもいいかなというふうに思いました。はい、ということで瞬く間に時間が終わってしまいましたけど、皆さんどうもありがとうございました。オーディエンスの皆さんの質問どうもありがとうございました。はい、ではこれで終了したいと思います。以上です。はい、はい、どうも皆さんありがとうございました。非常に有意義な、議論だったと思います。どうもありがとうございました。じゃあ事務局さんよろしいでしょうか。はい、じゃあこれで、終わりにしたいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょうど5分で終わりました。どうも。